郎の曲を作ってきました。サプライズ。チャンネル登録よろしくね。柏原の曲なんですけど、やっぱりね、昔の人と、まあ、子供の人たち、子供ちゃんたちがあのレコードを聴いて踊ってるような、そんなイメージで作りました。もうすごいね、やっぱり自然がね、来られた方もみんなわかると思うんですけど、なんかすごい感じるでしょう。なんかパワーを感じてください。で、この曲、3回皆さんに出番がありまして、あのパンパンって手を叩いてほしいんですね。で、どこかというと、この手のリズムがパンパン。そう、3秒しかね。じゃあ、ちょっと一回練習してみましょうね。はい、これ最後の方に出てきます。一番の最後の方、この手のリズムがって言ったら耳すましといてください。ツッタンタン、ツッタンタン、ツッタンタンです。リズムはいきますよ。この手のリズムがパンパンタンナナ。 OK、 めっちゃ完璧じゃん。完璧ないんだけど、みんなドラマになってください。もう一回いきますね。もう一回練習しますね。この手のリズムがパンパンタン。 OK、 もうそれで十分です。遅れた人も後からパン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 してたらいいです。何でもいいです。もうその決められたことにね、あんまりとらわれずにいきましょう。もう何でもいいです。それでは、静かな曲なんですけど、皆さんと、愛を育みたいと思います。ランラランドゥルルドゥドゥ、吸い込まれそうなコウモリはいろは日本へと、心踊る僕たちはその場でワン・ツー・ステップ、この手のリズムがあんなを咲かせる。ラン・ラ・ラン・トゥルルトゥ。時は流れ、日は眠る、あの日の涙も、この手のリズムが花を咲かせる。心踊る僕たちはその場でワン・ツー・ステップ、この手のリズムが花を咲かせる、命咲かせる、未来を紡ぐ。最後は小鳥が飛んだイメージです。ピョッて。